もう一つね、今日ちょっと嬉しいことがありました。嬉しいことなんですけどね、これはね、何かっていうとね、エイミア関連だ。エイミア関連で嬉しいことって珍しいよね。これね、これニュースなんですけどね、NHK ウェブで出てるんですけど、こうやったらいいかな。あ、本当だ、光って見えない。こうやったらどうかな。どうやったらいいかな。あ、これで見えるね。はい。これタイトル読みますね。読んでみるね。NHK ニュースウェブのね、今日のね、1月8日の18時7分配信で、高知の方のニュースになってる、高知ニュースウェブだって、動物の福祉の観点で全国の動物園などの飼育環境調査へということなんです。これ読みますね。飼育されている動物にかかる負担を極力減らして快適に行動できるようにする動物の福祉という考えを広く浸透させようと、日本動物園水族館協会は今年から全国の動物園など飼育環境を調査し改善につなげる取り組みを始めることにしました。さて皆さん、日本動物園水族館協会の総裁は誰でしたでしょうか。はい、ご存知の通り、エイミア殿下でございます。で、この問題についてはですね、カピバラバーベキューの問題と合わせて、ですね、いろいろきれいごと言ってるけど、この日本の動物園ではね、まあ、ちょっと見せたい、営業的な問題で、面白く見せたいという形の、展示をしてですね、動物園の動物がかなり死んでいると、まあ、特定の動物園ですけどね、まあ、これ言わなくてもみんなわかると思うんだよね。で、それで、例えばゴリラの繁殖とかの、いわば動物園がですね、飼育時の繁殖をすると。いうようなことをやって、海外からですね、いろいろそのために希少動物をお借りしたり、あるいは譲渡を受けるということについて、非常に困難になってる。日本に送ると殺されちゃうからということだったっていうのが問題になっていて、そういう最中にですね、総裁の自覚があってかないのかね、カピバラを食べたりですね、ワシントン条約で保護されてるですね、ピラルクを食べちゃったりするというね、水郷でですね、まあ、これも後でね、これもニュース11号でやりましたよね。その後もまた反響があってですね、参加者からいろいろなですね、反省も込めたですね、いろんな情報提供がありました。で、これ今回ですね、このニュースが流れたというのはすぐ教えてくれたんですよ。前にですね、やはりこのカピバラバーベキューの問題を皆さんお伝えした際ですね、非常に喜んでくれたですね、動物園関係者なんですね。その上で動物園でどうだってことを言った方がですね、やっと動き出しましたと。まあこれね、災い転じてのようなもんなんだけれども、こういうですね、いい加減なところ指摘されて、ちょっとですね、ピチッと線が入った形でね、本来動物園水族館協会やるべきことをようやくね、まあこれ多分、協会の方から NHK に持ちかけたんだと思うんですが、こういう取り組みをやるんだということをね、一応、のろしを上げたと。これからいろいろ、またですね、実際にこのね、そういう取り組みについて、例えばこうなってるんですね。まずはね、東京の上野動物園や多摩動物公園、大阪の天王寺動物園の全国の10の施設で調査を始める計画だと。調査はバックヤードも含めて野生本来の動きができる飼育スペースの確保。要するに展示しているよね。動物の視点で野生本来の動きができる飼育スペースを確保したり、怪我につながる障害物も、これ大事なんですよ。今まで面白く見せるためにね、いろいろやったらですね、キリンがですね、首挟んで死んじゃったとかね、いうことは落ちて死んだとかいうのがあるんですね。で、まあ、こういう障害物の有無、それから餌の栄養や動物の健康状態、記録管理する体制など、およそ90項目で、評価するんだということなんですよね。で、こうした中で、国内の140の動物園と水族館についてですね、飼育環境改善につなげる取り組みしたいと。なんかね、急に動き出しましたね。やっぱりやってみるもんですね。私、ついでに言うとですね、エミヤ殿下も総裁やめた方がいいですよ。他のもっとね、こういった見識の高いですね、
皇族の方が必要だったら皇族の方が総裁やられた方がいいんじゃないんですかね。まあ、高円宮久子様なんかはですね、結構もう30ぐらいってからもうこれじゃ難しいと思いますけどね。まあ、例えばですよ、まあ、利宮愛子内親王殿下なんかはですね、まあ、大学の勉強優先でやられてますけどね、なんかでもいろいろ見るとですね、栄宮殿下も学生の時からいろんな総裁やってるんですよね。おそらく WWF ジャパンの総裁は学生の時からやってます。はじめ総裁、これなんかどうなのかな、小遣いがあるでやったのかな。WWF ね、世界自然保護基金もね、この団体自体がいろいろ問題あるところだからね、これはもうなんかもういろんな問題ありすぎて取り上げきれてないんだけども、ちゃんとネタ握ってます。これ自体も栄宮殿下、これ親になるのお吉になった方がいいと思います。これは逆に栄宮殿下のためだと思うけどね、こんなところのはやめた方がいいと思いますよ。広告等に使われて寄付を集められて、その寄付で、残虐行為やってたんだからね、この団体は。それについて何にも一言もないんだからね、こんだけ言っても私訴えられないでしょ。だって訴えたら途端に俺出すもん、資料。うん、まあ、そういうようなね、ことなんですけどね。私なんか利宮愛子内親王殿下がですね、そういう最初の、公的なことでね、やるには本当に動物ね、保護犬、保護猫をですね、愛されて、幼少時から愛されてきてですね、きちんとですね、お世話されてきたということも聞いておりますし、本来は利宮愛子内親王殿下の方がふさわしいんじゃないですか。これ勝手な私の意見ですね。はい。ということでね、やっぱり、変化が見られましたと。もうこれは変化なんでしょう、関係者言うんでね。そういうことは私言っておきます。だから本当に批判が批判だけで終わらないでね、こうやってね、実効的なものになるとね、本当にいいですよね。にしてもですね、かなりですね、昨日のニュース上一郎のね、特集第3も、おそらくですね、あさってですね、ダイジェスト版でリリースしますけれども、まあ、これなんかでもね、まあ、東京農大のですね、進化生物学研究所なんかも舞台になってるわけですけどね、このアミーゴの会の実態とか、そういうことが、ね、かなり詳しく教えていただけました。で、もうそういう遊び半分のことはね、やめた方がいいですよ、それを研究と称したりね。で、私もだからね、研究っていうことで権威づけするんだけど、結局ね、飲み会と遊びで、で海外旅行で、それをですね、なんか覆い隠すためになんかやってきたようにしか思えないんですよね、栄宮殿下についてはね。で、同じことを息子さんについて繰り返すようなのをね、やめるべきだと思うしね、もうちょっとこういうところは見直してほしいなと思いますね。私はでもこんだけいろいろ明らかになって、これ消えませんからね、まあ、今のところ全然971長からも反論も来ませんしね。うん、反論してみればいいんですよ。もっともっと出てくるからね。こういうのはネットと同じで叩けば叩くこと出てきますからね。はい。もうこれはもう消せないなと思いますけどね。はい。まあそういうことでね、私はこれ取り上げてよかったと思いますよ。本当にね、動物が大事にされる方向になるならね。ただ動物園協会の方も本当にね、単にこの、なんていうかな、埋め合わせにやるっていうより、本当に本来の役割を発揮してほしい。私は思います。